手際よく作られていくおいしそうなおかず。看板メニューはお腹も心も満たされる9種類のおかずがたっぷりと詰め込まれた石狩弁当。手作りですね。そこが魅力ですね。なんか冷めてても美味しくて素朴な味で大好きで。常連客が集まるのは札幌の市電通り沿いにある老舗弁当店八和家。注文を受けて配達する仕出し弁当が人気です。だしとかそれはすごいこだわってますね。昆布とかも根昆布を使ったりしてね、北海道のね。変わらない味で冷めても美味しいと言われ根強い人気がある八和家のお弁当。紅鮭や銀だらも丁寧に焼いています。名物の卵焼きを焼くのは最年長のスタッフ内藤恵子さん72歳。社長の方が先？いえ、私の方が先ですね美味しいもんね、八和家のお弁当はって言ってくださるので、やっぱりそういうのを楽しみにして作ってますので。そんな老舗弁当店にとって今大きな打撃となっているのが食材の高騰です。我慢の限界って言いますかね。うちももう例えば5ヶ月6ヶ月ずっと毎月赤字だと上げざるを得ないって言いますかね。こちらのお弁当を見てみると、去年に比べて鮭が 10%、イカが 15% 値上がり、物価の優等生と呼ばれる卵に至っては 30% も上がり、やむを得ずお弁当の価格を去年12月に100円値上げしました。質を落としちゃうと、やっぱりうちのお弁当でなくなったので、質は買えないでもうやるしかないですよね。はい、それを求めているお客さんがいるのでね。その思いはしっかりとお客さんにも届いているようで、お弁当を買いに来る人は後を絶ちません。値上げするなら逆にだからこそ美味しいものをと思うので、手作りで美味しいのとやっぱり安心して食べられるものっていうではやっぱりとっても信用しておりますので、はい、変わらない伝統の味を守り続ける老舗弁当店。今日もたくさんの人のお腹と心を満たしています。